はい、おはようございます。1月4日です。昨日前髪がひどすぎて、前髪がっていうかあまりにもボソボソすぎて、話の内容が自分で編集してて入ってこなすぎたので櫛で溶かしたんですけど、あんま意味ないですね。昨日はね、初詣で行こうと思ったのなんだけど、今のねワンちゃんの調子がすごい悪くて、なので散歩する以外出なかったです。結構本当にインフルとか結構流行ってきてるっぽいので、みんなも体調気をつけてください。そしてね、また昨日の動画にもコメントありがとうございました。なんかねスパチャみたいなの買ったんだよね。みんな女神様おはようすってことでありがとうございます。女神じゃないです。出ましておめでとうございます。年末から家族でコロナ感染やっと良くなってきました。よかった。家族では結構きつかったね。今がやってたインサイドをやってみたくなって、先ほどスチームで購入。インサイドめっちゃおもろいですよね。インサイドもう3週目とかかな、今は。でもお正月ってゴロゴロしてたあっという間に過ぎちゃうよね。ほんとそれ。お正月休みでいろんな美味しい食べ物食べたけど、お餅が好きなのでこのお正月休みでお餅20個を食べようと思います。すごいね。あれじゃない、なんか売ってるお餅でも20個入ってないよね。めっちゃ食べるやん。何日休みなんだろう。ゲームのアーカイブ見て今度はリアタイで見えたら嬉しいです。ぜひ見に来てください。今年はね毎日配信しようかなと思ってるんで、 YouTube ライブに限らずインスタ、TikTok、あとミルダムとか。好きな子に嫌われ、ゆまさんに癒される。え好きな子に嫌われ、何があったの。あ、お正月最高。いや皆様わかりなさい、ゆまでよ。いや忘れてたすごいたくさんコメント、前回より増えているのではっていうぐらいコメントが来ていて、とっても嬉しい。屋台ベビーカステラ食べる。ベビーカステラ美味しいよね。概要とかも見てくれてるんだね、嬉しい。はい、って感じで、では今日は1月4日なので、今日から多分仕事始めの人とかも多いと思うんですけど、本当に体調に気をつけて頑張りましょう。今日は久しぶりに電車に乗るのでちょっと緊張してます。じゃあまたね、ありがとう。